三倉島は伊豆諸島に属する日本の島。伊豆七島の一島。行政区画は東京都三倉島村。東京都心の南約1 9 0キロメートル三宅島の南南島1 9トルの太平洋上に位置する。島はほぼ円形をしており、面積20.55平方キロメートル、周囲16.4キロメートルで中央に 標高851メートルのお山を擁する。島全体が豊かな原生林で覆われているため、島としては珍しく、水に恵まれている。火山としては、伊豆諸島の中では、比較的古い時代に活動を停止しており、三倉島火山の本体部分の活動は7000年前よりも古い時代、そして島南東部に噴出した溶岩ドームは、約5000年前に活動を終了していると、 考えられている。そのため、海食がけが発達し、最大500メートルにもなる絶壁もある。三倉島村には、本島の南西部にある稲田葉島も含まれる。周辺海域に野生の南半導イルカが生息していることで、エコツーリズムの拠点として発展し、全国に名前が知れ渡った。他に、全国有数の巨樹の森として知られ、 大水泣き鳥の繁殖地としても有名である。また、富士箱根伊豆国立公園に指定されているほか、日本の気象庁によって火山活動ドランクシーの活火山に指定されている。島北部には唯一の港である三倉島港と空の玄関である三倉島ヘリポートのほかに、小中学校、郵便局、駐在所、産業センターなどがそれぞれ一箇所ずつある。 南東部にはかつて南号と呼ばれる集落が存在し、小中学校に分校があったが、今は衰退し集落としての姿は止めていない。島に一つしかない港は防波堤すらなく、外目の波が直接港まで打ち寄せる。従って、船の接岸が難しく、就航率が悪い。暮らしは定期船の入港に左右され、悪天候が続けば、食料や、 その他物資などが不足することもある。そうした場合、東京から八丈島経由でヘリコミューターを使った輸送を行うこともある。2013年5月1日時点の人口は341人。主な産業は林業、漁業、農業、観光。杖材は鹿児島県薩摩半島に並ぶ産地である。領地で生産される杖材は高級材として知られ、 印鑑や串、将棋ゴマなどに加工される。三倉島つげの印鑑観光業では、伊豆諸島の中では、特にドルフィンウォッチングが盛んで、遭遇率も高いと人気である。豊富な水資源を生かした水力発電やミネラルウォーターの採取も行われている。また、南郷地区には山品鳥類研究所南郷分室が設置されている。村内に、 公共交通機関やタクシー、レンタカーなどはない。旅行者は徒歩、もしくは宿泊施設の車両を利用することになる。また、島内の道路は、急な坂やカーブが多いことから、事故防止のため自転車の使用は禁止されている。集落のある島北部を起点に、島の東部に、都道、西部を村道がそれぞれ南に向かって走っている。 どちらも人家にたどり着くことを目的とするものではなく、主に観光や住民の仕事のために利用されている。当該とは、東海汽船の可客船によって運航される定期船によって、東京港、三宅島、八丈島と結ばれているが、島には入江がなく、港湾施設も防波堤がないなど貧弱なため欠航も少なくない。海峡の安定する夏場を除けば、ほとんどの場合、 条件付き執行となり、三倉島港に接岸できなかった場合、袋も接岸に失敗した場合は、そのまま東京港まで戻れば運賃は全額払い戻される。接岸できる確率としては、おおむね夏に高く、冬に低くなる傾向があり、冬は50%を割り込むこともある。なお、かつては、東京からの直行便が限られ、三宅島から伊豆諸島開発のエビネ、 丸に乗り継ぐ形が主流であったが、三宅島の噴火以降東京からの直行便が毎日、就航するように変更された。ヘリコプターによる路線。運航率は、航路と比べて圧倒的に高いが、旅客定員9名と少なく、運賃も高い。小学校の向かい側にあるヘリポートに発着する。ありがとうございます。